このビデオは平行原オブジェクトの機能拡張をご紹介します。鉄骨ジョイスとライブラリフォルダーから平行原01オブジェクトを配置してみます。オブジェクトを選択、設定を開きます。グローバルオブジェクトの高さの代わりにグラフィカルユーザーインターフェースに軒坂パラメータが表示されます。このように 要素の高さを設定すす。ると、よりり一貫性があり明確です平行原オブジェクトは寸法ページで傾斜角度を設定できるようになりましたさらに 3D 角度は中央上部の高度のホットスポットと同様にグラフィカルに設定することができます シートベアリングページでシート要素を調整できるようになりました。例えば上部弦フィールドに沿ってシート位置の位置に値を入力します。もしくはジョイストの両側に 3D で水平に移動することもできます。上部弦の端から最初のバーの接続までホットスポットを調整します。 こうした新しい設定オプションを使用すると、ジョイストの終点の作成により、正確な位置決めが可能になり、傾斜した平行弦も使用することができます。